はい、皆さんおはようございます。ただいまですね、11月の16日月曜日のですね、何時今、10時1分ですね。今からですね100時間、レンタカー改装をやっていきます。できましたらですね、日本の秋をですね楽しめるドライブになれば嬉しいなと思って今車を走らせております。まずはですね、今大阪空港から車をピックアップして、約300キロ先、高知空港までレンタカー改装をやっております。今回ラッキーなことに、多分会社忙しいやと思うんですけど、高速で行っていいということでですね、今中国縦貫道をですね、西の方にずっと進んでおります。はい、今西宮名塩を過ぎたあたり、過ぎてないか、今西宮名塩あたりを走っております。はい、宝塚トンネルですね今。ということでですね、一本の動画になるか二本の動画になっちゃうか分かりませんが、撮影していきたいと思います。それではよろしく。はい、しおみんです。ただいま4時29分。今、高知市内を西に向かって走ってます。高知で何か食べたり遊んだりしようかなと思ったのですが、今からですね、新山口まで約400キロぐらい走らなくちゃいけないということで、10時間ぐらいかかるかなと思うとですね、今4時半でしょ、
夜中2時か3時ぐらいまで走らなくちゃいけないような感じになろうかと思うんで、あんまりゆっくりしてられへんなと思ってですね、なかなか晩ご飯にも早いしということでですね、先を急ぐことにしました。まあ、時間が合えばね、ちょっとカツオのたたきか、なんかすごく餃子が美味しい店があるとお伺いしてたので、餃子でも食べてから行こうかなと思ったのですが、餃子食べるとですね、やっぱりビール飲みたくなるよなと思ってですね、はい、ビールが飲めるときにですね、また再び餃子食べに来たいと思っております。じゃあですね、まだ先が長いので、先を急ぎたいと思います。もう夕方になって、まあ、日没になると思いますけど、もしなんかすごい素敵なビューポイントがあれば、撮影したいと思います。それでは引き続きよろしくお願いします。ただいま22時52分、11時前なんですけど、ちょっとあんまりご飯食べるとこもなかったんで、すき家ですけど、すき家行ってちょっとご飯食べたいと思います。はぁ、ずっと運転してましたね。あと100キロぐらいあります、まだ。1時ぐらいかなという感じでございます。とりあえずご飯食べてきます。はい、日付が変わって11月17日になりました。で、今0時52分ですね。0時52分、はい、快活クラブの方に到着しましたんで、行きたいと思います。はい、これで到着しております。ここはあれですね、山口県の防府の快活クラブですね。はい、じゃあ行ってまいります。まず大阪から高知まで高速で300キロぐらいで、高知からここ山口の防府まで、約400キロぐらい、合計700キロぐらい今日走ってですね、ほとんど遊んでません。
ということで、明日も頑張ります。明日遊ぼうかな、遊べるかな、まあ、美味しいもんでも食べようかなと思ってます。はい、じゃあ明日もよろしくお願いします。おやすみなさい。はい、塩民です。ですね、新山口にですね、今納車に向かっております。新山口駅ですねに納車に向かっております。ただですね、渋滞ですね。朝の通勤ラッシュっぽい渋滞ですね。はい、まあ、全然知らない土地でですね、やっぱり朝どこが渋滞するなんてよくわかんないですもんね。ということで、ちょっとぼちぼち、納車の方に向かっております。はい、納車終わるとですね、次は電車で広島まで移動してですね、はい、広島からまた大阪に帰ってこいという感じでございます。昨日今日でですね、大阪高知、高知から新山口、新山口から広島電車移動、広島からですね、大阪に向かってまた帰りたいと思っております。それでは、ただいま8時34分。はい、新山口納車完了です。はい、ここ新山口駅です。はい、今からですね、電車で広島移動したいと思います。それでは、はい、12時17分、お昼の12時17分、広島に着きました。こんな感じでございます。ですね、今からですね、大阪に納車して、それ大阪で車ピックアップしてですね、明日の朝までに和歌山県の新宮まで行かなくちゃいけないという、割とハードな日程になっております。ということでですね、広島でお好みでも売ってから行こうかなと思ったんですけど、やめて先を急ぎたいと思います。それでは行ってまいります。7時ですね、7時ちょうどです。今うかい屋さんに来ています。毎度おなじみの
ですね、ガイアさん。はい、じゃあちょっとマンタム行ってきます。はい、こんばんは。ですね、11月の17日のですね、今、10時20分ぐらいですね。はい、今ここどっかいうと大阪空港のですね、近くの駐車場ってことで、シエスタ君、このシエスタ君をですね、今からですね、和歌山県の新宮まで、持っていきます。もう10時超えてるんでちょっと寝たいんですけど、てか休みたいんですけど、なんかすごく忙しそうなんで、お付き合いしてですね、全然遊ばんとですね、働きたいと思います。はい、今日はあんまり寝れないと思いますが、とりあえず行ってまいります。はい、今西名阪走っております。ちょっとね、無体ので休み行こうかなと思っております。というのもね、新宮行っても休憩するような場所あんまりないんですよね。はい、快活クラブとかそれね、カフェ系がなさそうなので、それまでにですね、休み行きながら、仮眠取りながら行った方がいいのかなと思ってます。ということでですね、カシバかどっかのパーキングを見つけたら、ちょっとそこで仮眠取りたいと思ってます。はい、それでは。はい、ちょっとですね、休憩がてら眠いんで寝ながら行こうと思ってます。じゃあおやすみなさーい。はい、0時42分です。1時間ちょっと寝まして、今起きました。まだちょっと距離があるので、走っていきたいと思います。それでは。はい、おはようございます。ただいま11月18日の朝の6時30今、2分でございますとですね、まあ、道の駅とかでですね、仮眠を取りながらですね、大阪から今新宮のですね、駅前のローソンの方で、待機しております。はい、この2日間ですね、ほとんど遊ばないで、ずっと仕事してたって感じです。割と時間に追われているという感じでございます。今回はですね、やっぱ忙しいんですかねという感じでですね、今日もこの納車した後すぐ電車に乗ってですね、関空の方に、帰らなくちゃいけないというような状況でございます。4時間ぐらいかかるんじゃないですかね、特急でもっていう感じでございます。まあ、今日も元気で一日やっていきたいと思いますんで、お付き合いの方よろしくお願いします。それでは、シュッ。はい、12時ですね、53分ぐらいにですね、リンクタウンについてですね、車をピックアップしてきました。今度だけですね、ショートですね、すごく短い距離、40キロ、今もあと36キロっていう感じでございます。36キロをですね、羽曳野市までですね、リンクからですね、羽曳野まで、車持っていきたいと思います。その後ですね、今日夕方ぐらいから明日の朝にかけて
また500キロ走れっていう感じでございます。大阪から金沢往復という感じですね。指令が来ております。うふふふ、また今晩寝られへんかわかんないですねっていう感じでですね、今回あんまり遊びの要素がないですが、頑張って仕事していきたいと思います。それでは行ってまいりまーす。はい、リンクタウンのですね、車をですね、羽曳野市の方に納車しました。ただいまですね、14時40分です。次はですね、はい、大阪空港まで行くんですけど、今こちら駅がですね、見えますかね、よ、近鉄の古市です。近鉄の古市から、天王寺に出て、そこから地下鉄に乗って、阪急乗って大阪空港まで行きます。その間にですね、ちょっとたこ焼き食べたいなと思ってます。その動画もちょっと撮ろうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは、今大阪空港に到着しております。大阪空港で今ね、車をピックアップしてですね、この車をですね、金沢まで持っていきます。ただいま17時16分ぐらいですね。はい、何時までに持っていくでしょうか。その後ですね、まだまだ続きます。金沢でピックアップして、富山まで、車1台持って行って、富山から福井まで持って行ってですね、明日の朝福井で納車という感じで、夜のブルーのスタートでございます。そんな感じでございます。はい、じゃあ今から行ってまいります。はあ、遊ばれへん。はい、ということで、昨日お風呂入ってません。今日も入れるかどうか分かんないですっていう感じでございます。それでは、富山市の市街地に入ってまいりました。やっと納車できそうです。あと4キロぐらいですね。はい、そんな感じです。なんか動物歩いております。犬かな。はい、今ですね、0時28分っていうとこですね。はい、車を納車してですね、次の車ピックアップしに行っておりますが、富山の駅がですね、南口と北口のですね、連携がすごく悪くってですね、おまけに地下道もですね、閉鎖されててですね、どういうこっちゃねんみたいな話でぐるぐる回っておりました。まあ仕方ないですね。はい、じゃあピックアップしてどっかまで向かいます。最終は福井ですね。はい、じゃああともうちょっと頑張ります。それでは、はい、朝になってですね、快活クラブ出てきました。ただいま6時23分です。今から福井に向かいます。2時間ぐらいはバッチリ寝ましたんで、割と目はすっきりしてます。うん、今日も頑張ります。それでは、
人店舗の最寄り駅に到着しました。6時3分ですね、今。早く終わりたいです。今日は多分3日間で10時間ぐらいも寝てないような感じでございます。はい、今4日目になってます。今日は早く寝たいです。はい、ラストですね。梅田で車を今ピックアップしました。今からリンクターンに向かって納車する前に、おそらく多分快活クラブで、仮眠取ってから朝方納車になるかと思ってます。それでは行きます。はい、おはようございます。11月20日朝です。今ですね、はい、6時28分ぐらいです。6時半ぐらいですね。はい、ということでですね、今日の昼までっていう感じでございますが、4日ぶりにですね、結構真面目に寝ましたというか、ちゃんと寝れました。一応寝カフェなんですけど、ちゃんと寝れたという感じでございます。今からですね、リンクタウンの方に、今の車を納車して、和歌山に移動してですね、和歌山から尼崎に納車してですね、この100時間の稼働が完了となります。ということでですね、あともう1本ちょい、ですが、頑張って行ってみたいと思います。なんかね、今日雨っすね。はい、雨が降っておりますが、頑張っていきたいと思います。では最終日までよろしくお願いします。はい、最後の回数になります。今和歌山市駅、和歌山市駅に到着しております。ここからですね、車をピックアップしですね、最後ですね、尼崎まで行きたいと思います。はーい、雨です。気をつけていきます。それでは、今 JR 尼崎のですね、駅前に着きました。最後の納車が終わったって感じでございます。思えばですね、月曜日に出てからですね、今日金曜日のお昼の11時25分ぐらいですね、
はい、ということで100時間の申請が終わりました。でですね、まあ、1週間でですね、大阪からですね、高知に行ったりですね、和歌山神宮行ったりですね、金沢行ったりですね、まあ、こんな経験もあまりないんかなと思いますんで、皆さんも面白そうやなと思ったらぜひ、チャレンジしてみてください。ではそういうことで、どっか飲みに行きます、昼間ですけどということで、また違う動画でもお会いしましょう。それではシュリー。